故障していたプリウスが、イグニッションコイルの全交換で復活いたしました。ただエンジンに悪いことをしてしまったと思うので、今日はホームセンターで買ってきた、よくわからん添加剤を使います。いくつかあったけど、金属同士の摩擦低減効果、これが強そうなものにしたよ。マジでホームセンターのカー用品コーナーって、得体の知れない添加剤が、何種類も置いてあるからな。あと、深夜の高速道路でインカルを食らいまくるので、視界確保のために、ウォッシャー液も変えておきます。スプレー缶が散乱してるので、適当なカゴに放り込むよ。キムワイプも補充。聞こえるかな？また雨降ってるよ。雨というか雪だね。ウォッシャー液をこぼさず入れるの。難しいね委員会。撥水剤だかワイパーだかウォッシャー液。結局何が正解なんだろうね。撥水剤は時間経過で白っぽくなるし、ワイパーは何をつけてもビビる。この初期型50プリウス、ワイパーのビビリがリコールにもなってたっけな。それと、シートベルトつけてるのに、認識されなくて警告が鳴り響く。8.5 万キロプリウスで出た不具合は、その2つだけ。こんなに金がかかってない、コストダウンしまくりの、製造も適当な機械なのにすごいね。買えば実感するが、やっぱり適当なんだよな。これがトヨタクオリティかよって思うぜ。あとなんでしょうかねこれ、どうでもいいんだけど、ウォッシャー液のキャップが閉まらねえ。おかしくない？物理的に直径違うんじゃね？っていうレベルで合わない。バンバンバン。なんなんだよこれ、意味わかんないんだけど。はい、キャップの取り忘れにご注意ください。そしてこれですね、ハブリングですよ。去年はないままで乗って、何の異常もなかったから、いらないと思うんだけどね。それにしてもぐしゃぐしゃでしょ？チャイナポストかよってレベルで梱包がゴミ、傷だらけでもうへこんでる。届いた時からこれでしたよ。元の素材も間違いなく脆いが、これは販売店がむちゃくちゃを極めてるな。安全をとってウェッツスポーツさんのハブリングを選んだのですが、売ってるところがほぼなかった。リングかけてるやんけ。これが UFO だったらワープできないぞ。それは意味わからん。この色、アルマイト加工なのか？ついでにオイル交換も行うためアイドリング中。一応1万キロぶりだからね。この金属同士がガラガラ言うような音、車内には聞こえてこないが何なんだろうな。補給ベルトが存在しないので、ケーブルブラーンでも安全です。実は86の納車が早まることになって、ダラダラやっていた準備が、間に合うか怪しくなってきました。撮影後2000キロ走ったけど異常なかったので、うん、エンジン故障は完治ですね。水温40度で自動停止します。ナイス私、ドレンパッキンのサイズが映ってた。蓋付きのオイルジョッキ、義務化してほしいくらいの神装備です。それに1年間にわたって放置された、匠の 0W16 オイルを入れます。ふむふむ、箱の中身はこうなっているのね。オイル容量約6リットルに1本か。正体不明のまま何年間も在庫として、放置されてるかと思いきや、作ってるのはクレなんだよな。箱根の山登り終盤に、焦げ臭い匂いがした気がするので、今後は86とのオイル共用も考え、0W20 を用意しなきゃですね。必要なのかわからないけど、バッテリー充電器もちょくちょくかけてます。最大2アンペアの出力は弱いかもしれないけど、まあ低速でじっくりやる方が、電池に対してはいいらしいから。湿式エアクリーナーの影響がわからないので、念のため、エアフロセンサーも掃除しておきます。使い終わったエンジンオイル、私はトイレットペーパーを放り込んでます。隣の網は、オイルフィルターを逆さにしておいておくようです。室内の荷物置きラックの、2段目を分取ってきました。放置してるとこうなるんですよね。廃油の処理、なんやかんやこれが、一番コスパいいんじゃないかな。重ねておいて染み込みを除去してからじゃないと、ゴミ袋の中で垂れてくると思います。何個入りか見てなかったので買い足しましたが、この梱包で来るんだよ。ひどくない？使い方ガイドみたいなのが印字されてるけど、読まなくてもわかるようなことしか書いてない。どうせ時速100キロで回るタイヤに挟まれるものだが、買って届いて、手に取って眺める分には、自動車グッズとして多少は楽しめる。この雑さよ、でもウェッツスポーツ製なんだよ。適当なアマゾンの中華製と違うよ。寸法が荒くて入らなかったり、逆に熱と押さえつける力で変形して、取り出せなくなったり、そうなるよりマシだろ。アンダーカバーを戻してるけど、気温が0度くらいで寒いんだ。工具が氷みたいに冷たくて指が凍る。手袋つけないとやってらんないよ。私の肉体って寒さに弱い。久しぶりに筋トレ再開するか。そしてスパークプラグ張りに、どこまでも回り続けそうなネジ山の長さ。ぐにゃっとした感触だけど、手締めいっぱいだし落ちてくる感じないし、これでいいやろ。なんだよこの、売り棒でも引いた感じの傷は。そんな記憶ないぞ。そしていつの日かの動画で適当に貼った、両面テープボルテックスジェネレーター、ずぶとく生き残ってやがりますね。これは買ったきり1年以上は放置してた、インパクトレンチ用の 2V1 ソケット、アストロプロダクツです。はい。私みたいなケチロートだけど、中華ゴミ工具エアヨゼイの味方ですね。21ミリのソケットをなくしたって言ったけど、トランクの下の収納の、端っこのところに挟まってたわ。
反対側には、ホイールナットのロック用アダプタ。コロコロ言わないなと思ったら、大変なことになってましたな。なんだこれ、引っかかってて取り出せねえ。ホイールナットアダプタって、皆さんどうやってます？持ち運ばないっていうのはリスクでかすぎでしょ。でも、適当に放り込んでおくと、カラカラ言って鬱陶しいんですよね。巾着袋でも用意するか。そして、スタッドレスあるから絶対出番ない、スプレーチェーンですな。布製チェーンのスノーソックか。普通にチェーンでも積んでおく方がよっぽどマシ。映像がガタガタすぎて申し訳ないんだけど、下回りにちょくちょくサビが出てきています。と言っても無視できるレベルなんだけどね。30万キロでも目指したいから、ジャッキアップついでに、応急処置だけでもしておくよ。サビを痛いブラシですって、サビチェンジャースプレー拭いて、シャシーブラック。86整備が落ち着いたら、もっと本格的にやろう。ハブに固着されると、蹴飛ばさないとホイール外せなくなるからね。脱着の度に清掃しよう。あとハブボルト、ホイールを組み付ける時にガンガンやって、ネジ山を傷つけてるっぽい。なったことないぎっくり腰、身体の負担を抑えるためにも、今のうちから対策しておかないと。というか撮影中の私、ナイロンブラシで擦ってますね。そんなに柔らかい毛で大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。なお視聴者さんの話は聞いて、今ガレージを片付け中の模様。そういえばホイールナットの締め付けトルクは、塗料の厚みも考慮されてるって本当ですか？車外製のホイールとブレーキローターとホイールナットに、ハブリングまでかませてしまって、まあ大丈夫だろうけどさ、気にしだしたらキリがないよね。テスラのスタッドレス問題もこれあるよな。あとは R35 オーナーが、バカ高い純正タイヤを履かせるか。そんな飛ばさないし妥協するか問題。もしくはサーキットでグリップするタイヤか、公道でかっ飛ばしてもついてくる銘柄にするか問題。まあ R35 くらいの車だと、タイヤ特性も含めてのセッティングだろうけどね。はい、ハブリングをはめました。これとサビ処置のためだけのジャッキアップ。愛がないとこんなクソみたいなことできない。ハンマーで叩いてるけど、いくら軽い振動で対角線上に当ててるとはいえ、これやめた方がいいかもしれんね。実際、元から傷だらけだったハブリングに、今の打撃でさらに傷が入ったしな。こっち側も軽く掃除しておこうか。引くけどダストが出るパッドなので、ホイールの内側、リムっていうの？ひどいことになりそうです。次あたり、バランスウェイトの上から、アルミテープでも貼り付けようかな。動画のためにやることを作ってる、っていう気持ちがあるんだけど、非推奨な行為が多々含まれています。これを四輪。はぁ、めんどくせぇ。やってる時はめんどくさいのに趣味なんだよな。これぞ趣味だよな。下回りの錆止め、念入りに汚れを落としてからハケで塗り込むタイプ、あれを使った方がいいです。外からスプレーを拭いたくらいじゃ解決になりません。適当にやっても、バネに黒い塗料が付着するだけじゃないかな。ダストまみれですごい色になってる。ホイールナット全外し後ジャッキアップのせいで曲がった。バックプレートは完全放置されるぜ。サスペンションアームの仕組みを知らないと、効果的な施工はできないんじゃないかな。スタビライザーに吹いて何になるんだろ。まあ定期的に動画にも撮っておけば、今後の参考にはなるでしょう。特にひどかったのが、裏ですね。完全なる死角です。この寝転んで覗き込まないと見えない一番下側。そこが一番サビの被害もひどかった。手持ちの道具じゃどうしようもないですが、融雪剤サンプロや海沿いの走行後に、どこを重点的に洗えばいいか、参考にしてね。ただ水を底面にブシャーじゃなくて、サスペンションのアーム類がどうなってるか、考えながら洗ってあげたいな。というわけでオイル量と、ホイールナットだけ確認したら終わりです。添加剤とオイルとイグニッションコイルとプラグ、全部同時に変えてスタッドレスだから、添加剤そのものの効果は、まあよくわからんよ。エンジンフィールとしては、特に低回転域で、うならないのに速度だけ伸びていく。そういう加速感に変わりましたね。オイル交換直後って、エンジン音も気持ち小さくなるし、本当にわからんな。さてさて、トミカに穴を開けて、キーホルダーを作ろうとするも、穴が開ききらなくて失敗する動画でお別れです。86が来てくれれば、より本格的に、車いじりの動画も出せます。収益化停止対策もバッチリです。積雪のシーズンに入るより前に、86を納車してもらえるようになったのは大きいですね。路面を気にせず帰ってこられる。車高調をつけてからインセット測って、ホイールセットを買うことだって可能。これまで以上に、車好き色が強いチャンネルになりそうです。こんな時代だからこそ、マイカー持っていじってくというライフスタイル、特に同年代の若い子に知ってほしい。早速失敗してるけどな、一向に穴が開く気配がない。納車準備で忙しいし、ここら辺で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。